この動画では Excel で幅の異なる表を揃えて印刷する方法を解説をします。でどういったことかというと、まあ、今回の表でいうとこの7月のこの表とあとこの8月の表ですね、この8月の方がですね右側にこの1人追加していることによってこの上下のね、表の幅が揃ってないと。でさらに言うとですね今回の場合ちょっとファイルで印刷のところで見てみるとこの下の表がですね、1人追加した分ですね、この2ページ目にはみ出してしまっていると、まあ、言ったときにですね、まあもちろん一つやり方としては、このチャンネルの別の動画でね、解説しているように、このページ設定のところで、この次のページ数に合わせて印刷みたいな形でやって、この表自体をね、全体的にこう縮小して、1ページに収めて印刷をしてもいいんですけども、今回はですね、この上の表と、この下の表、このね、揃ってない幅を揃えて、1ページに収めて印刷するといったようなね、やり方を解説をします。じゃあそれではですね、まずこの下の表ですね、これを上の表の幅に合わせたいので、このね、Excel の場合っていうのは単純にこれをね、縮めても、上下がね、そのまま揃ったまま、これがね、縮まってしまいますんで、この下の8月の表だけをですね、まあ、図として扱うことによって、縮めるといったやり方をね、やってみます。じゃあそれではね、この8月の表ですね、こちらをマウスで選択をして、で、ホームタブのコピーのところですね、こちらをクリックします。はい、で次にこの貼り付けのところなんですけども、図として貼り付けを行えないといけないので、この絵のところではなくて、下のこの貼り付けっていう文字のところ、こちらをクリックします。はい、そうすると、この中からですね、この一番下のその他の貼り付けオプションというところ、ここに図っていうのと、あとリンクされた図っていうのが2つあります。まあ、これはですね、まあ、印刷するだけであればどちらでもいいとは思います。で、この違いとしては図というふうにやると、このね、貼り付けした表がですね、完全に単独の図として貼り付けされると。で、このリンクですね、リンクされた図っていうふうにやると、まあ、元の表とこの、貼り付けした図の表の方がですね、リンクされますんで、まあ、元の表の例えば数値を変えたりとかするとですね、その貼り付けをしたその図の表の方も数値が変わるといった形になります。まあ、どちらが便利かというと、まあ、リンクの方が、リンクされている分少し便利な機能にはなりますかね。ただ、まあ、単純にもう印刷だけしたいといった場合は、まあ、どちらでやってもいいと思います。まあ、今回じゃあそのまま図でやりましょうかね。はい、で、貼り付けという形で、これで貼り付けされてますので、一回ちょっとこの貼り付けした、こちらの、ね、表の方は移動しておいて、で、こちらの元の表はですね、ちょっと印刷から除外したいので、どっか他のこの右の方に移動しておきましょう。って形ですね。で、図の今最初に図でコピーした方をこちらに持ってきて、でこれはもう図になってますんで、単独でこの上の表とかとは連動せずに単独で動きますんで、単純にこれを縮めてしまうと、こういった形ですね。はい、で、まあ、ちょっと印刷のところで見てみましょうかね。はい、そうするとですね、この上と下の表というのはこの幅が揃って印刷をすることができるということですね。まあ、こういった形でですね、Excel ではこの図で貼り付けっていうのをうまく使うことによってですね、こういうね、Excel の場合っていうのはこの上から下までずっとこれが、セルがね、幅が、つながってしまってますんで、そういったところをね、無視してですね、この表の大きさを変えたりだとか、この幅を揃えたりだとかっていったことで、非常に便利な機能だとは思いますんで、まあ、ぜひですね、この、図として貼り付けといったね、機能も覚えておいてもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。